三春ダムは、福島県田村郡三春町に所在する、一級河川、阿武熊川水系大滝根川にあるダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、大滝根川、阿武熊川中流部の地水と氷山市など、福島県中通り、中部地域への利水を目的とした、特定多目的ダムであり、白石川の七河宿ダムやすりかみ川の、 すりかみ川ダムとともに阿武隈川の治水に死している。福島県内では比較的新しいダムであり、周辺地域と合わせて新たな観光資源ともなった。計画の時点では名称が大滝根ダムであったが、周辺住民の要望により、町名に合わせた三春ダムとなった。このダムでは国土交通省直轄ダムでは初めてダム本体の コンクリート打設に合理化施行方法として拡張レや広法を採用した。また、景観に配慮するため、三春町が城下町であることを踏まえて、ダム本体に石垣のような装飾が施された。建設によって、ダム周辺には87世帯、三春町外へ45世帯が移転した。水没地域が複雑に入り組んでおり、 周辺に土地があったことや三春町中心部からそれほど離れていない、いわば里ダムであったことから多くが周辺地域に泊まったと言われている。ダム湖は有名な三春滝桜があるなど桜で有名な地域であることから桜湖と名付けられた。ダム湖には春田大橋が架けられた。右岸には入場無料の三春ダム資料館がある。ありがとうございます。